スリコ来たやで。ということで先日、スリーコインズさんで、これ、クリアワイヤレスイヤホン。スリコのホームページを見ると、液晶デジタルワイヤレスイヤホンとなってます。はい、これ、お値段税込み2200円。本 Windows、Mac、iPhone、iPad、Android、Bluetooth バージョンは 5.3。はい、こういった、スリコのイヤホン買ってきました。背面見るとこんな感じ。気になる方は一時停止を駆使してご確認ください。それでは始めていきます。今回ご紹介するのは、3COINS、税込み2200円の液晶デジタルワイヤレスイヤホンです。で、今回ご紹介するこのイヤホン、カラバリは4種類。クリアブルー、クリアピンク、クリアグリーン、クリアパープル、4色展開になってます。で、今回僕は、クリアグリーンを買ってきました。で、製品仕様はこんな感じ。充電機器は別売りです。別途ご用意ください。で、PD 対応の充電器。5V 以上の電圧がかかる、急速アダプターなどは使用しないでくださいとあります。で、一部仕様を確認すると、Bluetooth バージョンは 5.3。太陽光デック SBC-AC。連続再生時間が約5時間。防水規格はワイヤレスイヤホン部のみ、IPX4。こんな感じのカナル型イヤホン。で、特徴としては、カラフルで可愛いカラー展開。で、ケースの液晶に充電残量が表示される便利な機能付き。このあたりもちょっと気になります。ってことで僕は今回もお尻から開けていきます。はい、これはお尻から大丈夫なタイプでした。いきますよ。せーの。中身は、まずこういった説明書が付いてます。スリコ商品は基本的にオール日本語。そういうものが多いので、いや、このあたりは安心ですよね。保証期間は6ヶ月。お問い合わせ先は、交流株式会社。そんな風に書いてます。で、操作方法はこんな感じ。あ、片耳も対応してますね。はい、このあたりも気になる方は一時停止を駆使してご確認ください。もう完全に見えてますけど、ケースと本体取り出します。はい、こんな感じ。あ、しっかり、本体表面処理。ツヤはあるけど、色味のせいか、指紋汚れしにくい、結構上品な、上質なデザインに、仕上げ、フィニッシュになってます。はい、これわかりますかね?ここと、ここ、若干、色味と仕上げ、違うんすよ。いや、結構凝ってますよね。はい、こんな感じ。これ。2000円のイヤホンですよ。いや、これは、かなりかっこよく仕上げてます。で、気になるのは、こっちですよね。はい、このケース。デジタル表示で、バッテリー残量表示。それができるとのことで、あ、このケースもまた、クリアパーツで覆われた、2層になっていて、あ、これはこれで、高級感高いですよね。はい、かなり高見えする。そんなイメージで、あ、ちょっとイヤホン、セットしてみます。あれ、これでいいのかな?あ、これ反対か。あ、左右は、ちゃんと決まっていて、反対にすると、収まらないようになってます。で、これですよね。わかりますかね?バッテリー残量、本体の液晶で、確認できるようになってます。はい、さすがに明るいと、ちょっと見づらいですけど、ちょっと暗くすると、83% 残ってるみたいで、いや、これは、わかりやすいですよね。はい、どうでしょうか。かなり本体の質感はいい感じ。となると、気になるのはやっぱりその音質。一体どんなものなのか。はい、それでは、イヤホンを外して、接続したい機器の Bluetooth セットを開くと、あ、デジタルミュージック、なんか3つ出てきましたね。ん、これ一番上でいいのかな?ペア設定をタップ。はい、これで、接続済み。コーデック AC にバッテリー残量 70% 確認できました。はい、それでは、音楽に動画、視聴してみたいと思います。はい、視聴終わりました。いや、もう最近の、こういった安価なイヤホン、面白くない、って言ってもいいぐらい、ほんと良くなってきてしまって、あまり文句言うところがなくなってきてます。はい、これあくまで、2000円クラスのイヤホンとしてですけど、いや、これ以上求めるのは酷なぐらい、かなりいい音出してきてます。で、まずは、ステレオチェック問題なし、逆位相チェック問題なし、音量に関しては、
Android、iPadOS とも、最大はちょっと物足りないと思う方もいらっしゃるかもしれないぐらい、僕でも最大、ちょっと耐えれるぐらい、なんで場合によっては、非力に感じる可能性もあるかもしれません。まあただ僕は、これでも十分、実用範囲内でした。で、最小音量に関しては、最小プラス 1,2 レベルあたりまで、僕では何が鳴ってるのかわからないぐらい、つまり細やかな調整ができます。Android、iPadOS とも、ここはグッド。で、実際聞いてみた音質。まずは、ドラマ、映画、アニメ、YouTube、人のお話がメインになるような、そういったコンテンツであっても、かなり心地よく、まあ、いい意味で、普通に、音質はグッド。ただ音楽に関しては、その再現性、鳴ってる音の細やかな部分、そのあたりまでしっかり聞こえてくるんですけど、デフォルトのままでは、ちょっと高音寄りなイメージで、低音が出てないわけではなくて、高音が出すぎているイメージ、僕はそんな風に感じました。まあこのあたりは好みの部分もあるし、僕の場合イコライザーでこんな感じ、ちょっと高音下げてあげると、結構好みの音質になりました。ただデフォルトのままで聞いていると、どの端末で聞いてみても、高音ちょっと刺さってくるような感じで、長時間しんどいかなっていう、そういうイメージはありました。ただ基本スペックが、そんなに雑でも悪くもないんで、イコライザーありきで使われている方にとっては、特に問題ないかと思います。逆に言うと、安価なイヤホンにありがちな、こもりくすみ、そういったものは全くないと言っても過言ではないぐらい、結構クリアな音質じゃないかと思います。はい、音質に関しては、動画視聴も音楽視聴も、特に問題なかったんですけど、残念ながら一点、ここはちょっと気になるなって思ったポイントが、レイテンシー、音の遅延に関して、動画を見ていると、リップシンクのズレ、ちょっと僕でも気になりました。なんで僕は結構そのあたり寛容な方なんで、僕で気になったということは、結構気になる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。セリフと口元のズレ、これをちょっと感じました。今回視聴したのは、Amazon プライムビデオと、YouTube。で、一応端末も変えてチェックしましたけど、どれも同じ結果だったんで、このあたりはご使用の環境によって、かなり印象変わってくる可能性もあります。ただ僕の使用環境下では、レイテンシーちょっと気になりました。このあたりはご注意ください。で、今回ご紹介している、クリアワイヤレスイヤホン、説明欄にリンク貼っておきますけど、耳につけた感じはこんな感じ。たまにつけてるとこ見たいっておっしゃる方もいらっしゃるんで、商品ページの画像ですけど、よかったらチェックしてみてください。はい、それではこの後、内蔵マイクチェック、やって終わりたいと思います。もしもし、今これ、3COINS の、液晶デジタルワイヤレスイヤホン。その内蔵マイクで音声を収録してます。小さい声で喋るとこんな感じ。聞こえますか？はい、これが、液晶デジタルワイヤレスイヤホン。内蔵マイクの音声です。はい、どうでしょうか？繰り返しになりますけど、これ2000円のイヤホン。で、音の遅延はちょっと気になりましたけど、音質については、十分クリアで、悪くないんじゃないかと感じました。で、何よりも、このデザイン、この見た目ですよね。それだけではなくて、取り出しも、充電も簡単で、いや、このあたり、この形のイヤホン、使い勝手いいかもしれません。もちろん簡単に、イヤホンが飛び出したり、落ちたりすることもないです。で、間違いなく、このイヤホン、2000円には見えません。チップ感ほんと低いんで、結構気に入る方いらっしゃるんじゃないかと思いました。で、この前の動画でもお話ししましたけど、近くにスリコない方、5000以上まとめて買うと送料無料、そういうサービスもされてるんで、税込み2200円、説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。で、音楽聞くといえば、今 Amazon Music Unlimited 4ヶ月無料、プライム会員じゃなくても3ヶ月無料、こういったキャンペーンや、Amazon Kindle Unlimited 3ヶ月無料、いや、これもお得ですよね。で、さらに、プライムビデオの中にあるアニメタイムズ。これが60日間無料。これ僕も登録して今使ってます。こういったキャンペーンもやってますんで、全部説明欄にリンク貼っときます。ご自身のアカウントが対象かどうか、ポチッとしてみると確認できるんで、いや、これ対象アカウントの方かなりお得。よかったらチェックしてみてください。ということで、今回、スリコのクリアワイヤレスイヤホン、液晶で残量チェックできる、液晶デジタルワイヤレスイヤホンのご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。